黙祷。東日本大震災から間もなく2年、試合前、両チームは震災の犠牲者に黙祷を捧げました。今シーズン初勝利を狙う両チーム、ホームの鹿島アントラーズは開幕戦から先発メンバーに変更なし。対するベガルタ仙台は角田、富田のボランチが負傷で戦列を離れ、開幕2戦目から苦しい状況です。ホーム開幕戦のアントラーズ、まずは前半4分、ロングボールでゴール前の大迫、こぼれ球を大迫、最後はジュニーニョ。22分には再びジュニーニョが仕掛けます。このドリブル、そしてこのこぼれ球、すかさず野沢、さらにダビー、ゴールを狙う積極性が先制点を生みました。新加入ダビのゴールで前半は1対0とします。ところが後半開始直後でした。ベガルタ、ウィルソンのクロスを太田が拾って粘ってシュート、ホイッスルからなんと33秒、まさに立ち上がりの隙を突かれて同点とされます。それでもアントラーズは流れを渡しません。直後の2分、西から大迫、福西さん、見事なゴール、これ2試合連続です。いや、素晴らしい反転してからのシュートですね、本当に狙ってたかのようにこのゴールを狙ってますし、反転が早いです。そして相手に流れを持っていかれるかなという、すぐに取ったというのは、これ本当大きな仕事をしましたね。昨シーズンから本当に力をつけています。若きエースのゴールで活気づくアントラーズは、続く3分にもチャンス、大迫、野沢とつないで最後はダビ。昨シーズン J2 得点王がこの試合2ゴール目、3対1とあっという間にベガルタを突き放します。勢いに乗るアントラーズですが、ここからベガルタの反撃に遭います。22分、途中出場のヘベルチに奪われ、そのままカウンター、ボールを運ばれてスルーパス、最後はウィルソンに決められて3対2、1点差に詰め寄られます。その後も続くベガルタの反撃、しかしアントラーズはこれを耐え抜いて3対2で勝利。昨シーズンは6戦目だった初勝利を、今シーズンは2試合目でつかみました。